Konnichiwa. Hello. I'm Peiko and I'm Nai. I'm Mark Kubumatsu. Inorganic filters are being passing off as well. But when you get a busy broadcast, what they love in Russia. Lalo Radio.はい、皆さん、こんにちは。本日もバーベルラジオをご視聴いただき、ありがとうございます。本日のゲストはですね、パワーリフティングに様々な方面から貢献されているゲストにお越しいただいております。彼はですね、京都府亀岡市にあるフリーウェイト専用ジム X ステージの経営者とトレーナー、そして選手としてでもですね、2016年全日本パワーリフティング選手権大会93キロ級で優勝されており、フルギアの世界大会にも出場経験がたくさんある超優秀選手です。久保恭平選手です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久保さん、今年の全日本パワーも出場されたと思うんですが、そちらの方って、はい、どんな感じ、満足いく結果でしたか？うん、いや、まあ満足は正直いってないんですよね。はい。まあ正直満足いってないんですけど、まあまあ実力がそこだけしかなかったかなっていう。まあそんなところですかね。はい。満足いかなかったですか？まあ、これはちょっとね、第一試技のスクワットでちょっとアクシデントがあって、うん、はい、まあちょっとバーベルがちょっとずれたんですよね。スクワットの時に。その時にちょっと担いでバックステップしたら、はい、右側が、バーベルがずるずるずるっと、ちょっとカラーが止めなく甘かったのか、ちょっとわかんないんですけど、ずれちゃって落ちかけたんですよね。はいはい。それで、その時に、右脇腹をちょっとそれで痛めちゃって。まあ、その後、ちょっと肉離れっぽくなったまんま試合を続行しちゃったんで、まあ、ちょっと痛かったから、なかなか自分の思うような試技はできなかったんですけど、まあ、そういうアクシデントも、ね、あるのがパワーリフティングだと思ってるんで、はい。仕方ないな、みたいな。まあ、私の軽量級ノーギアパワーとかで言ったら、そういうのは、まあ、すぐ修正できるかもしれませんけど、例えば、久保さんみたいに、すごいたくさん重量を担いで、だからそういうことが起きてしまうと、かなりのダメージですよね。そうですね。まあ、やっぱフルギアって自分で、ね、生身で上げれない重量を扱うので、ちょっとやっぱしんどい部分ありますね。どうしても、なんていうんですかね、再試技、はい、再試技になったんですけど、ね、クラシックなら2ラップを巻くとか、そんなんないんですけど、4分以内にその2ラップを巻き直すところからスタートになったんで、まあ、バタバタしながら、もう一回再試技をやったんで、まあ、体力的にも結構、きつかったですね。はい。いやー、大変ですね。なんかそういう時って、例えばすごい出場経験が多い久保選手でも、そういう時ってすごい、はい、緊張したりってするんですか？いや、まあでも第一試技って、結構自信のある重量から入るので、まあ緊張もありますけど、どちらかといえば、まあ次これ絶対立つぞみたいな。まあ自信はありましたね。はい。例えばこういうハプニングが起こってしまうと、なんか緊張感っていうよりか、パニック、ストレスとか感じるんですか？その時は、どちらかといえば、アドレナリンがブワーって出て、はい、もうなんかもう絶対やってやるわ、みたいな。そっちの方が強かったですね。さすが。だと思います。まあ、ちょっといろいろ、まあ今後、X ステージのお話のことと、あとは、まあ、パワーリフティングの魅力っていうお話をちょっと今日は、触れていきたいと思うんですけど、でもちょっとその前にですね、はい、久保選手の、トレーニング、はい、どういうふうにパワーリフティングを始めたか、あとどういうお付き合いをしてきたか、パワーリフティングと、そういうことをちょっと教えていただいてもいいですか？そうですね。まあ僕がトレーニングっていうか、まあパワーリフティングをやり始めたのが、高校の部活なんですよね。だからもう十何年だ ?18 年前。
はい、になるんですよ。だから高校1年生の時に、まあ、京都の高校で、そのパワーリフティング部っていうのがあって、はい、まあ、その時って全然筋トレってやったことなかったし、まあ、ただ丸々太ってただけだったんで、まあ、筋トレやってみるかぐらいな程度で始めたのがきっかけですね。うん。で、まあ、そこからやっていくうちに、まあ、何ですか、まあ、ボディメイクじゃないですけど、まあ、体つきが変わってきたとか、なんか、ね、胸が、胸筋がついてきて、胸ピクができるようになったとか、みんなでね、言いながら喜んでて、まあ、気がついたら、まあ、サブジュニアで全国大会で勝てて、まあ、世界大会行けたんで、ああ、じゃあ今後もちょっと続けてみようかな、みたいな。で、今に至るみたいな感じですかね。いやー、すごいですよね。だって高校の部活、その一つの、なんかやろうとしたことで、今の人生も、多分結構変わったりとかしてると思うんですよ。パワーリフティングやってなかったら、何してたと思いますか？いやー、何してたんでしょうね。いや、もうほんまに平凡にサラリーマンとかやってたと思うんですよね。だから、もともとその喘息持ちで、あ、そうなんですね。はい。運動が苦手だったんですよね。うん。で、まあ、オリンピックとか、まあ、ジュニアオリンピックとか、ね、中学の時とか、同級生が出たりとかしてたら、いや、すげえなーとか、全国大会って自分には無縁の大会、規模の大会だなとかね、思ってたんですけど、まあ、パワーリフティングに出会えて、まあ、全国大会出れて、今度全国大会で勝てたから世界大会行けるってなったのが、やっぱ自分の中で、あ、やりゃできるやん、みたいなところがあって、まあ、それで、どっぷりハマっちゃった、みたいな。いや、しかもサブジュニアの時とかで、例えば全国大会行って優勝するっていうのも、例えば、久保さんの親とかからしたら、いきなりなんか高校でトレーニング、なんかすごい始めて、もうパワーリフティングで全国大会行って世界大会まで行ってるっていう、すごいびっくりされたんじゃないですか？そうですね。親もびっくりしてましたね。なんでこんな急にやる気になってんねんみたいな。そんな 腕立てもできひんかったやつがベンチプレスで100キロとかね、やるようになって、はぁーって、まあ最初はね、びっくりされましたけど、まあ応援もしてくれてたんで、ありがたかったですね。はい、あとまあ喘息持ちっていうのも結構大きいと思うんですけど、パワーリフティングの競技って、はい、喘息持ちの方に優しい方なスポーツになるんですかね？で、どうなんでしょうね。まあ、喘息、まあ、走るとかよりはマシだと思うんですけど、やっていくうちに喘息はマシになりましたね。はい。まあ、やっぱ運動するとマシになるんだなっていうのは、結構やってて思いましたね。結構私も最近トレーナーとして活動しているんですけど、喘息持ちのやっぱり、はい、方がすごく多くて、トレーニング自体するのが結構怖いっていう方がすごいいるんですね。なんかそうですね。でもどういうふうに安心感を与えてあげるのかっていうのをすごいいつも考えさせられますね。そうですよね。だからその人が、その喘息をどのレベルの運動で発症しちゃうのかとか、自分でどの程度コントロールできるのかっていうのを、もう僕もまあ、こうやってね、ジムを構えさせてもらってるんで、喘息持ちの方には聞いて、どの程度コントロールできてるのかっていうのは結構重要視してますね。まあ自分が経験してるからっていうのもありますけど、はい。交換しやすくなりますよね、やっぱりそういうのも。そうですね。だからまあ、それこそね、昔は、その、ドーピング検査で、ね、PUE っていうのを申請してなかったら、ドーピングに引っかかるような薬とか、吸入薬とかがあるんで、はい。もう調べまくったんで、はい。はい。まあ、今はそういうのを出さなくても使用していいよっていう風な薬を使ってるんですけど、はい。まあ、その薬もほぼ使わなくなるぐらい元気にはなってるんで、はい。もう運動の力ってすごいですよね。もういつもびっくりします、私。いやー、そうですね。すごいと思います、本当。変わる。
まあ、高校卒業後って、大学とかに行かれたんですか？そうですね。大学、まあ、京都学園大学、今の京都先端科学大学ですね、はい、に入って、まあ、パワーリフティングを続けようと。うんうんうん、いうので、まあ、その頃、京都先端科学大学って、めちゃくちゃ弱かったんですよ。うん、今やったらね、女子の選手だったら、野村優とか、女子選手森田さんとかが結構強くて、はい、ちょっと前なら、寺原選手とか、がいて、結構ね、強い選手が今は結構いるんですけど、僕らの時は、はい、全国大会って誰も行ってないとか、もう本当部員が3人、4人とか、はいはいはい。ぐらいだったんで、はいはいはい、じゃあ、行くか、みたいな。で、高校の時のパワーリフティングの友人と、はい、じゃあそこ強くしに行くか、みたいな感じで、はいはい、まあ入ったみたいな。レジェンドが生まれた。いやいやいや、まあ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 、強くしに行きたいな、みたいな。まあ強いところからね、こう、行こうかなと思う。思ってたんですよ。うん、まあ、それこそ岡山大学とか、まあ、東京の方の大学とか、もう考えてたんですけど、うん、まあ、出来上がったチームに入ってもな、みたいな、うんうんうん。なんかもう、なんかね、ちょっと嫌だな、みたいな。希望感があります。そう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 。いやいやいや。なんかね、二人で、その頃は、ね、結構、血の気も多かったんで、うん、やってやるぜ、みたいな。まあ、全体的のレベル、久保さんが大学生の時のパワーリフティングのレベルと、うん、今の大学生のレベル、パワーリフティングのレベルって、やっぱり全然違かったりするんですか、うん、人口が増えていくにあたって。そうですね。やっぱ、今の方が、まあ、高いとは思うんですよね。うん。うん、ただ、その当時って、こういうことたまにやるんですよね。いきなり消えちゃうとか、やっぱりオンラインでやってると難しいところがありますよ。来た。全然すいません。全然大丈夫です。申し訳ないです。いや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 。大丈夫ですかね。私ですか？いや、多分ね、うちですね。なんか今電話がかかってきて。ああ、全然そういうのも大丈夫ですから。あ、ほんまですか？はい。すいません。レベルの話ですよね。そうそう、レベルですよね。その、僕が学生の頃は、はい、まあ、多分もうすでにいろんな人が言ってると思うんですけど、うん、ノーギアじゃなくてフルギアが主流だったんですよね。うん。うん、で、まあ、世界大会もフルギアしかなくて、全日本学生もフルギアだったんですよ。だから学生大会全部フルギアで出てくる人が、うんうんほとんどだったんですよね。うん。なので、まあ、ノーギアのレベルっていうのが、まあ、わからない。ああ、そうですね、うん、そうですね、確かに。うん。で、まあ、僕とかは結構当時、ジャパンオープンパワーっていうのがあったんですよ。はい。ジャパンクラシックパワーの前の名前がジャパンオープンパワーだったんですよね。うん。まあ、そんなんは出させていただいてて、まあ僕は多分記録残ってるかなと思うんですけど、まあまあ、当時の学生の方はほとんどもう古着屋ばっかり。なので、今のね、やっぱ学生はノーギアが主流になってる。まあ今はもう全体的にノーギアがね、主流になってるんで、まあ、一概には測りきれないかなっていう部分はあるかなって思います。うん。確かになるほど。久保さんってずーっと古着屋で試合を出てるんですか？そうですね。一応、両方出てたんは出てたんですよ。うん。クラシックも古着屋も出てたんですけど、それこそ、第1回かなの世界クラシックには行ってるんですよ。ああ、そうだったんですね。はい。スウェーデンかな？うん、はい。スウェーデン。はいの大会には行ってるんですよ。実は。はい。まあまあ、そこからですかね。まあ、古着屋、年間ね、4回試合するのってやっぱしんどいなと思って。ああ、確かに確かに。うん。そうですよね。だんだんもう30代を迎えて、はい。いや、これ試合数こなすのしんどいなとか思って、
で、まあ、国体もできたし、まあ、国体も一回出るかって思って、したら年間なんかもうすごい回数試合出ることになって、確かに。あ、もう無理だと思って、まあ、しばらく、その自分の中で目標としてた、ずっと目標にしてる、スクワット古着屋400キロっていうのがあって、はい。まあ、じゃあ、もうこれ達成するまではちょっと、まあ、古着屋に専念するかなっていう感じですかね。うん。あの、前回私インタビューした藤本隆貴くんも、彼が古着屋をやった理由って、あの、世界に通用するから、あとは、ベンチプレス400キロを達成したいみたいな、すごいなんか、あの、やりたい理由っていうのが似てるなっていう感じがします。やっぱりあの、久保さんも、世界で通用するからっていう理由も、まあ、古着屋やってること、あるんですか？この理由が。その、まあ、今回、今年は105で、ちょっと全日本パワー出たんですけど、はい、その93キロ級のスクワットの世界記録がまだ400乗ってないんですよ。うん、だからスクワット、まあ、トータルはね、どう見てもやっぱ厳しい部分はあるんですけど、うん、まあ、スクワットなら表彰台に立てるんじゃないかっていう、うん、そういう気持ちがあって、まあ、だからそこを自分の得意種目だけでも世界で通用、したいなと。うん。だから、まあ、藤本隆貴くんと同じですよね。うん、僕、ベンチではちょっとしんどいですけど、まあ、スクワットなら、可能性はあるから、ちょっと頑張る、みたいな。うん。うん、いや、もう本当になんか、あの、狭く、深くですよね。あの、パワーリフティング、うん、パワーリフティングの中でも、フルギアの中でも、スクワットの中でも、世界記録、みたいな。すごい、そうですね。一つのことに 100%、うん、力を注いでるっていうことがすごくなんか共通点なのかなって思ったりしますね。うん、そうですね。うん。まあ、だからやっぱ勝ちたいですね。はい、いきますよ。応援してます。ありがとうございます。大学卒業後って一回就職されたりしてるんですか？うん、そうですね。あの、一般企業に就職して、はい。まあ、ずっとトレーニングを続けながら一応やってたんですけど、仕事してたんですけど、まあ、やっぱ仕事が足かせになって、なかなかトレーニングがうまくいかないっていう部分があったのと、まあ、2年目の時に、まあ、全日本パワーリフティング選手権大会で、まあ、2位に入れたんですよね。うん。うん。2位に入って、まあ、あの、まさかの世界大会の、何、はい、出場権が回ってきて、うん、はい、ええー、ってなって、まあ、2位だけど、やっぱり世界を見て、自分のレベルを上げたいなと思って、うん、あ、これはもうちょっと真剣にパワーリフティングもう一回やりたいなと思って、まあ、一回退職したんですよね。うん。うん。それって結構、勇気のいることですよね。まあ、そうですね。まあ、親も心配しますし、まあ、ただ、何ですかね。まあ、人生一度きりなんで、まあ、やったら、みたいな感じでも応援してくれたし、はい、あ。まあまあ、若かったんで、再就職ぐらいいくらでもあるんだろう、みたいな、すごい勢いで、はい。やめちゃいましたね。はい。例えばどういうところを見て、あ、これは仕事にできるな、なとか、これで生計立てていけるなって、どういうところを見て思ったんですか？うん、僕結構ね、あの、お金使わない人なんで、まあ貯金があったんですよね。うん、まあそこで、素晴らしい、まあ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 、じゃあしばらくはまあパワーリフティングやってても、働かなくても大丈夫だなっていう感じとか。うん、まあその頃は実家だったんで、はい。はい、うん、まあまあ、なんとかなんだ、みたいな。はい。形でやってたんですけど、はい、うん。サポートもされながら、それ結構大事ですよね。そうですね。もう感謝しかないですね。うん、親には。うん。それで、X ステージを設立させたのが2017年であってますか？2019ですね。2019年。はい。なんか違うところで読んじゃったのか。何ですかね、こういうジムを経営したし始めた時って、何ですかね、うん、選手だけじゃ物足りないことってあったからなんですか？そういう気持ちってありましたか？選手だけじゃ
ダメだなっていうところってあったりしたんですか？いや、まあ、選手だけじゃダメではなかったんですけど、うん、まあ、その京都、まあ、もともとそのジムを設立する前は東京のパワーハウスっていうジムで働いてたんですよね。はい、うん。で、まあ、ちょっと仕事の関係で京都へ帰ってくることになって、で、トレーニング環境が、まあ、自宅トレーニングになったんですよね。うん、まあ、それだと、僕の性格上、なかなかうまくトレーニングをするモチベーションが上がらないというか、うん、やりたいんですけど、まあ、例えば家で260キロでセット組むとかってなかなか怖いなとか。確かに、絶対そうですね、うん。まあ、カウントしてくれるね、うん、人がいてくれたりとか、見てくれてる人がいた方が、気合入るし、みたいな。うん。まあ、そんなんもあって、京都にはパワーリフティングジムがないな、っていうのを分かってたんで、はい。じゃあ、作るか、みたいな。自分が作って、まあ、パワーリフティング、京都のパワーリフティングを広めようかな、っていうので、うん。設立したって感じですね。その時ってどういうジムがあったんですか？結構もうでも、パワーリフティングジムはありましたよね。2019年って言ったら。いや、京都はね、ないんですよ。まあ、他の、うん、あの、関西エリアだったら。関西エリアだったらね、大阪だったら、ケイズジムとか、新しいところで言えば、安木ジムとか。はい。うん、があったんですけど、何ですか、パワーリフティングっていうよりはどちらかというとベンチプレスみたいなイメージが強いじゃないですか。うん。うんうん、っていうのと、やっぱり、敷居が高いって思う人がやっぱ多いじゃないですか、パワーリフティングジムって。はい、うん。なので僕最初ね、パワーリフティングジムで歌わずに出したんですよ。いや、そういうのって大事ですよね、ビジネス的には。いや、ビジネス的には大事ですね。はい。だから、うちの会員さん、結構、年齢層高かったりするんですよ。70代とか60代の人が結構通ってくれたりとか。へー。うん。だから、パワーリフティング関係ない人も来てくれたりしてて、うん、だから、まあ、そういうところを取り込むのは大事だなと思ったんで。うん、で、その上で、そのパワーリフティングやりたい人が集まるだろう、みたいな。はい。うん。はい、まあ、ツイッターも、インスタグラムとかもやってたんで、うん、まあ、知ってる人、だったら、きっと見てくれてるだろうっていうところで。うん。うん。そしたら結構やっぱ、バーっと問い合わせが来たんで、はい、あ、よかったよかったみたいな。なんですかね、一回、パワーハウスのところから、京都に戻ってきたって言ってたじゃないですか。その時に、想像していた自分のパワーリ、はい自分のパワーリフティングジムを作ったらこういう風になるんだなっていうイマジネーションは絶対あったと思うんですけど、そのイマジネーションってその通りに今のジムになっていますかね？うん、まあ、ほぼほぼ近いところはあると思います。うん。うん、まあ、唯一の想定外っていうのはやっぱコロナウイルスですかね。はい、ね、ビジネスの上では一番邪魔なところかなっていう。しかも2019年、しかもトレーニングジムが結構アタックされてますからね、メディアから。そうなんですよ。そうなんですよ。だから、ちょうどオープンして1年経ったぐらいですかね。うん。うん、あ、ここからやなっていうところ、時に、まあ、2020年か。いや、もう閉めてくださいみたいな。うん、休業してくださいみたいな。いや、休業なとかね、いろいろ考えながら。うん、まあそんなんもありつつですけど、まあおかげさまで、今ね、会員さんもたくさんいてくれてますし、うん、うん、もう本当ありがたいですよね、通ってくださってる方は。うん、うん、いや、間違いないですね。まあ、この、例えばたくさん、まあお仕事を一般企業を辞めて、ジムを設立してる、はいオーナーさんってたくさんいると思うんですよ。そのオーナーさんと多分お話もすることもあると思うんですけど、うん、なんかこのパワーリフティング、はい、ジムを立ち上げて、こういうことをしたいとか、そういう目標とか価値観とかって結構似てると思いますか？そのジムを設立したオーナーさんとは。
いや、僕は結構違うくて、うん、まあ違う方だと思うんですよ。まあ、例えば、東京だったら TXP さんとかはもう完全にパワーリフティングをもう強くしていこうぜ、みたいな感じだと思うんですけど、僕はどちらかといえば、まあ、亀岡って田舎なんで、まあ、老人が多いんですよ。お年寄りが多いんで、はい、まあ、そういう方が、まあ、一生自分の足で歩けるような筋肉をつけてあげたりとかっていうのを目的にしようと思ってたんで、うん、まあ、そういう方が、まあ、ビジネス的にも正解かなって思ってたんで、うん、うん、そしたらやっぱり、近隣のね、プール付きのジムとか行ってる方とかもいたんですけど、はい、やっぱり膝が痛くて全然続かなかったんで、はい、って言って、うん、笑をもすがるような方が結構来てくれて。はい、はい、うん、はい。うん、で、まあ、ここで、まあ、スクワットとか、まあ、日常生活で使う筋肉とか動作じゃないですか。うん、しゃがんだり立ったりするのって。間違いないですね。まあ、そういうところで、こういう風にすると、しゃがみやすいし、立ちやすいですよ、みたいなのを教えていくと、うん、やっぱり膝の痛みがなくなったって言ってくれたりとか、うん、座骨神経痛がなんかマシになってきたとか言ってくれて、はい、喜んでずっと通ってくれる。お年寄り、お年寄りというか、まあ、年配の方が、やっぱ多いですね。はい、うん。だから、そこでちょっと差別化してるかなっていうところはあります。うん。確かに、そういうジムが多いですもんね。パワーリフティングを強くしていきたいっていうの。うん。まあ、でもなんか、膝のこの痛みに関しても、普通だったら、運動をし、膝が痛いから運動をしないっていう方って、すごいいっぱいいるなって思う中で、こういうふうに、Xステージしっかり通って、でもうこの痛みをどうにかしようっていう人たちがいるっていうのってすごい素晴らしいなって思いますね。そうですね。もう本当ありがたいですね。うん。うん、このXステージ立ち上げて、例えばこのお仕事の影響、うん、お仕事っていうかこのジムの影響で自分が選手として大会に出づらくなったところとかって、あとは忙しくて、あんまり力入れられなくなったっていうところって正直あったりしますか？まあ、1年目とかはあったんですけど、そのトレーニングをするタイミングとか、はちょっと見失ったりはしてたんですけど、まあ、今現状は全然大丈夫ですね。まあ、会員さんとも打ち解けてますし、はい、なんていうか、会員さんが育ってくれてるんで、はい、もう自分でやってくれるんですよ。うん。トレーニングメニューとかももうね、SNS でバンバン拾ってこれますし、はい。はい。うん。外からコーチング、うちって結構そういう隔たりを作ってないんですけど、外からのコーチング、オンラインコーチング受けてもらってもいいよっていうふうにしてるんで、うん、はい。うん。だから僕はもう一切聞かれたら答えるぐらいな感じなんですよ。なので、まあ、一緒にトレーニングしたりとか、はい。はい。してますね。だから時間の確保とかもできるようになったんで、うん、とりあえず今のところは大丈夫ですかね。うん、わざわざいつも助けに行かなくてももうやること知ってるからっていうことですね。そうですね。だから最初の1年目にしっかり皆さんにこう教えて、うん、うん、勝手を分かっていただいて、はい、することができたんで、うん、なかなか僕の何時間を作ることができるようになったみたいな。はい。うん。種まき完了っていう感じですね。またその種がすごいものになって、皆さん強くなっていって、で、なんか、逆にお互いを高めていくっていう、なんか競争感も出るかもしれないですよね、今後。そうですね。まあ、うち、そう、レイコースをね、この間のジュニアとかで、93とかでね、優勝した松下大輝とか、めちゃくちゃ強くなってるんで、はい、頑張んねえとなーって思いながら。確かに93、はい。うん。思ったりしてますけどね。うん。まあ、嬉しいですよね。育ってくれると。うん。すごい強いですよね。強い、強い。うん。まあ、パワーリフティングジムのちょっと経営にお話をまた戻っていきたいと思うんですけど、うん、はい、私の、まあ、イメージ的なんですけど、うんうん、まあ、パワーリフティングの機材ってものすごく高くて、あとは、高い。場所的にもある程度広いところを探す必要があると思うんですよ。で、まあ最初はなんかすごいお金がかかってしまって、そう考えてみるとすごいジムを、パワーリフティングジムを始めていくのってハイリスクで、
どちらかと言ったら、ローリターンな感じがするんですよね。戻ってくるのも、回避パーソナルトレーニングで、ちょっとずつちょっとずつ、なんですかね、立ち上げていくっていう感じのイメージがあるんですけど、そこってどう思いますか、うん、なんか、ちょっと私が違うっていう意見とかってあったりしますか？いや、もうおっしゃる通りですよ。うん。だから、まあ、器具とかも、まあ、うちの器具とかもやっぱ、高いものばっかりなんで、あれですけど、まあ、一番はやっぱ高いっていうよりも、できる限り世界大会に近い器具で自分が練習したいっていうところから始まってるんで、まあ、ちょっと頑張るかっていうので、ちょっと惜しまず買ったんですけど、まあ、あとは、どう宣伝していけば人が集まるか、それこそ、ね、器具揃えて、さあ、用意ドンって言っても、人がいなければ稼ぎがないんで、そこがやっぱ一番不安ではありましたよね。どれだけパワーリフティングやりたいとか、運動したいっていう人が、京都にいるんだろうみたいな。東京と比べてやっぱ少ないと思うんで、東京、大阪と比べてやっぱ多くないと思うんで、だからどれぐらいいるのかなと思ってたんですけど、思ってた以上に隠れてたな、みたいな。すごい。そうなんですね。まあ、それこそ、母校の京都学園の近くなので、まあ、その頃たちが卒業したら、ね、練習する場所、亀岡に残ったりとか、京都に残ったりするんだったら、練習場所としてあったらいいなっていう部分もあったんで、まあ、なんていうか、僕結構楽観的で、なんとかなるかみたいな、なんとかなるみたいな感じで、ただ、まあ、ハイリスクではあると思います。ハイリスクではあると思いますね。トレーニングジム自体が。なんとかなるっていう、この気持ちがなかったらでも始めていけなかったことなので、そういうところは大事かもしれないですよね。大事です。聞いてみて、あと、なんですかね。パワーリフティングをやりたい人、もしくは一般の人、どっちもなんか宣伝して、利用してもらいたいじゃないですか。やっぱりその、さっきおっしゃったこの宣伝の仕方ってやっぱり難しそうですね。難しいですね。だから、チラシとか、チラシ系はもうやっぱお年寄りが見る人が多いと思うんで、どちらかといえば健康志向なチラシを作ってみたりとか、SNS は若い人たちが見てくれてるんで、SNS はもうパワーリフティングのことをバンバン出していくとか。だからそこで使い分けをしないとダメだな、みたいな。はちょっと思ったりはしてたんですよね。今、フリーウェイトジム X ステージですもんね。そう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 です。すごい。まあ、機会ちょっとあるんですけど。まあでも専門的にはまあフリーウェイトでっていうのは歌わせてもらってますね。すごいですね。まあ。どうなんですかね、今後。もし、2019年にパワーリフティングジム、やっぱり久保さんみたいに出しているのと、今出すとしたら、また全然話が違くなってくるんですかね。まあ、場所とかにもよると思いますけど、全然パワーリフティングジムって歌って、みんなが入ってくるようなジムって、もうちょっと簡単にできたりするんですかね。でも、いやー、まあ、今の状況だったら僕は出さないですかね。逆に。はい。ちょっと、やっぱ、ね、このコロナが落ち着いて、どう転ぶかを見てからじゃないと、やっぱ、危険だなっていう部分ありますね。いや、SNS でバンバン、オープンしますとか回ってきますけど、すごいなと思って、そのバイタリティっていうか、逆に僕より楽観的なのかなとか思ったりしますけどね。確かに、この、ご年配の方にチラシを配って健康維持しましょうっていうのも出しにくくなりますもんね。ちょっとなんか矛盾しているところが出始めちゃうところもあるかもしれないですけどね。そう。こんだけ人集まる場所に老人集めてかかったらどうすんだよ、みたいなね。まあそんなんもあると思うんで、出しにくい部分ではありますけど、まあ今来てくださってる方とかは、逆に来ないと、
体力が落ちてって余計に病気がかかるとか体が痛くなるから、何生活がしんどい、楽しくないみたいなのを言ってくださってるんで、うん、でそういう人が逆にあの口コミで広げてくださってるんで、はい、はい助かってますね。うーん、もう、うん、クオリ QOL ですよね。もうクオリティオブライフでもう外に出れない、うん、外に出なくて気持ちも落ちるし、どん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 体もなまっていくっていう、確かにそっちの方がなんか、うん、リスク多い気がしますけどね。まあそうでしょ。やってる僕らからしてみればそうでしょ。うん、そうなんですよね。でもそれ自体なんか、はい、言いづらくなっているなって思うんですよね。なんかコロナにかかるよりも、うん、そういうふうなことがあった方がリスク高いと思いますっていう事態も、言いづらくなってるっていうことを感じるんですよね、すごく。そうですね。まあ、だからもう本当、ワクチン早く出回ってくれよ、みたいな。うん。あとはどうですか？あの、パワーリフティングジムだから、結構、うん、難しいなって思ったりするところってあったりしますか？うん、やっぱりあれじゃないですか。やっぱパワーリフティングジムって入りづらいとか、うん、ちょっと勇気がいるなっていう人が多いので、うんうんうん、そこをなんとか払拭していきたいなっていう部分がありますね。どうですか？逆にどうですか？パワーリフティングって今って普通のジムでやられてるんですよね。そうですね。でも結構私のジムのオーナーさんが、うん、知ってるかわからないんですけど、66で古着屋で出ていてた選手なんですよ。で、あへ昔、どこだった？ノーリミッツにいた選手だったんですよ。で、その方が、まあ、フリーウェイト大好きで、はい、とりあえず、まあ、フリーウェイトを、まあ、パーソナルトレーニングジムに置こうみたいな感じで、たくさん置いて、意外とパワーリフターがちょっと集まってるっていう感じなんですけどね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。でも、レベル高いのかもし、レベルは高いですよね。間違いなく。うん。まあまあ、あんな重たいものをガッチャンガッチャン上げてたら、ね、普通の人は、憧れるかって言われると、うんうんうん、うわ、すごいな、ぐらいな感じで入りづらいな、みたいな。はい、自分とは違う世界とかね、うん、思っちゃう人が多いような気がするんで、うん。うん、ただそこをなんとか払拭していきたいなっていうふうには思ってるんですね。うん。うんうん、私も野村優選手と、インスタグラムのライブを2日前とかにやったんですけど、うん、パワーリフティングを魅力に感じる方って特徴があるのかなって。って思って、例えば、野村選手だったら、兄弟、もう本当に、女兄弟しかいなくて、で、やっぱり、すごい頼もしい、男性みたいな強い人にすごい憧れるっていうので、強い、このパワーリフティング競技っていうのに魅力を持ったり、私は、意外とオーストラリアでは結構強い女性が、たくさんいるんですよ。主張していかないと、本当に、話になっていかない。自分のことを言わないと、強く言わないと、相手にされないっていうのがすごく多かったので、やっぱり女性って、すごい強くなきゃいけないって思って、パワーリフティングやってる選手かっこいいなって思ったりしたんですけど、例えば、はいはい、パワーリフティング、例えば、ストレングストレーニングに魅力を感じる人って、そういう、特徴を皆さんシェアしてるんですかね。どうなん？あ、まあ、でもそうじゃないですか。うん、あとは、やっぱ強くありたいっていう人、重いものを持ち上げたいって思う、うん、女性、舐められたくないとか、あると思いますけどね。うん、うん。なんか、今でこそ、その、社会的にもね、男女格差をなくそうみたいな感じが、うんうんうんあって、いい動きだなと思うんですけど、はい、じゃあ、どうかって言ったら、やっぱり男の方が強いでしょうみたいな、風潮があるんですけど、うんうん、やっぱそこを埋めたいとか、うん、トレーニングをやっとくと、自信が出てくるんじゃないですかね。社会的のなんかこの女性の、なんですかね、ムーブメントも、まあ、うん
結構いい方向には進んでいますよね。まあ、パワーリフティングをやりたい女子が増えていくんじゃないかなって思ったりしますね、社会的にも。そうですね、もっともっと増えてくれたら嬉しいなっていうふうに思いますね、うんうん、久保さんは例えばどういうところをなんで強くなりたいと思うんですか。なぜ強くなりたい。なりたかった。なりたかった。高校生。まあ、なんでしょうね。やったら重いのが持ち上がって、楽しいな、から入って、うん、まあ世界大会でもういっぱいついてんのがすげえな。自分もあそこを目指そうみたいな。あ、やりたい。なんでしょうね。まあ、なんかっこいいとかってよりは、もうこれをあげたいからやるみたいな。ああ。うん。なんか世界大会でこれをあげてる同い年のやつがいる。同じ年でこんだけあげてるやつがいるっていうのを見たら、はい、まあ自分でもやれるんじゃないかなっていうふうに思えてきたんですよね。うん。うん。同じ人間だしみたいな。例えばボディービルを始めたとして、すごい、はい、めちゃくちゃ優秀選手になったとしたら、はい。同じ感じじゃないんですかね。まあ、それこそ世界で戦えるようになってたら、はい。目指してると思いますけどね。うん。やっぱりこの世界で戦うっていうことなんですかね。うん、まあ、僕はそうですね。うん。僕はもう完全にそうなってきてしまって、うん、まあ、その、やっぱ国際交流っていうのもやっぱいいなって思ったんで、うん、世界選手権行って、うん、いろんな国の選手と会話させてもらって、うん、ああ、これいいな、みたいな、うん。うん、旅行で海外行くんじゃなくて、うん、世界大会でしか味わえない雰囲気っていうんですか、うん、うん、これめちゃくちゃいいなと思って、うん。で、なおかつ、なんていうんですかね、世界大会で君が代流れてる姿を見たりとか、ね、うん、他の国のトップの選手が、ね、涙ながらにこう表彰台に登っている姿を見たら、うん、ああ、なんていう、すげえな、みたいな、頑張ってきたのが、こう、滲み出てて、うん、あ、いつかも、いつか自分もっていう部分はあるっすよね。はい、うん、国際交流っていうのも、そもそもあんまりないし、でも、その、海外の人と、うん、自分の好きなところで関われるっていうのってすごい楽しそうですよね。そうですね。本当、その外国人と会う機会なんてないと思ってたんですけど、うん、それがもうブワッと出て、いっぱい、いろんな国の人と会えるようになって、はい、で、いろんな国に頑張れば、世界大会に行ければ、いろんな国に行けるんで、うん、うん、いろんな土地柄も見れるし、はい、いや、これすごい、ある意味、まあ、大会も大会出て勝つことも大切だと思うんですけど、まあ、何、うん、ね、教養を高める部分でもいいなって思ったりとか、しましたね。はい。もうパワーリフティングだけの勉強じゃなくて、もういろんなところ、いろんなことを経験できるっていう。そうですね。うん。パッケージ。まあ本当になんか、皆さんがパワーリフティングを始めたバックグラウンドってすごくなんか面白いと思うんですよね。やっぱり久保さんだったら、もう世界で通用する、まあ藤本龍樹くんも多分そうだと思いますけど、他には、うん、例えばいじめられてたから強くなってやりたかったって言って、うん、重いものを持ち始める方もいれば、うん、私みたいな方もいるし、野村ゆうちゃんみたいな方もいるし、うん、なんかいろいろ様々なバックグラウンドから、この、うん、強くなりたいっていう気持ちに至るっていうのって、すごいなんか私面白いと思うんですよね。いやーすごいですよね、ほんと。多分、最初から強くなりたいって人の方が少ないと思うんですよ。うん、そうですね、うん。うん。で、やってって、その魅力にハマっていく、うん、その魅力にハマっていく人が多いんだと思うんですよ。うん、うん。だから、その一歩ですよね。魅力までたどり着く、始めるっていう一歩さえあれば、もっともっと競技人口は増えると思うんですよ。間違いないですね。その、うん、レベル高く感じちゃう。そう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 。やっぱ、どうしても SNS で流れてくる重量ってすごい重量とか。で、検索とかも、何て言うんですか、日本記録とか世界記録とかの見ちゃう人がほとんどだと思うんですね。はい、スクワットとか検索して、バーンって出てきたのが400キロとかね、はい、やってるのを見て、わーすごいなー。
ってなっちゃうんでしょうね。うん。いや、もう。だからそのイメージが強すぎるんですよね。私も、前ちょっと言ったんですけど、一番最初パラリンピック始めるときに、はい、福島由香子さんの、世界大会の、ワールドゲームズの動画ですよ。で、私絶対こんなの無理だなって思って、あ、やめた、みたいな、ちょっとだけ。はい。全然違う競技だし。まあでも本当に、何ですかね、現実的な重量って言ったら変な言い方なのかな。まあ、世界選手じゃなくて、全日本選手じゃなくて、自分と同じような人が、なんか私やったら現実的なものを目の前でやってるって言ったら、やっぱりモチベーションになるかもしれないですよね。そうですよね。だからそこを、まあ、どう出していけるようにするかっていうのが、まあ、今の課題かなとは思ってます。トレーニングジムとして。はい。うん。Xステージに来るか、例えば新しく入会したいっていう人で、どういうふうに質問したらいいんだろうな。パワーリフティングの、まあ、魅力を感じてもらうように、どういうふうな説明をしてるんですか、久保さん、いつも。パワーリフティングのいいところ何ですかって聞かれたときって、例えばバリバリ初心者に説明するとしたら、どういうふうに説明してるんですか。パワーリフティングをまず進めないですね。パワーリフティングをやりたいっていう人は、もう、入ってくれるんで、ただ、これ何のジムって言われたときは、もう逆にその、健康を、日常動作を楽にするジムです、みたいな。で、そこから派生したのがこのパワーリフティングなんです、みたいな。で、まあ、ちょっとやっていくと、やっぱ、重たいもの持ち上げれるようになってくるんで、まあ、それが楽しくて試合出てる人もいますよ、ぐらいな。もう、本当もうそんな感じですね。本当近く感じますよね、やっぱりそういうふうに説明されると。そうです、そうです。だからまあ、大会出てる人だけじゃないですよ、みたいな、ジムの中には。大会出てる人もいますけど、その、大会に出るんじゃなくて、まあ、しゃがんだりとか、もう床から物を持ち上げるとかするでしょみたいな、そういうのを楽に行える、日常動作を楽に行える練習をここでしてるんですみたいな。いいですね。そうそう、それでまあちょっと重いの持ち上げれるようになったら試合に出てみようかなっていう人はいますよぐらいな。気が向いたら出てくださいよぐらいな。ぐらいですね。そう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 、本当そうなんですよ。あ、そうなんやみたいな。なんか思いの持つことないんですかって聞いたら、意外と農家だったりとか、まあ、で、なんか米を持ったりとかするのが重いねんとか、あ、じゃあそれね、持ち方こうしたらも楽に持てますよって言ったら、あ、ほんまや、みたいな。で、喜んでもらったりとか。結構いるんですか、普通にトレーニング始めて、パワーリフティングに、大会に出たいって思い始めたっていう会員さんって。うち多いですよ。うち多いです。もともとその、何ですか、パワーリフティングをやりたくてうちに来た人じゃない人でもパワーリフティング出てみたりとか。なんか、ね、入ってしまえば周りの雰囲気が、こう、楽しそうだなとか、大会行ってきたんですとか言って報告みんなでし合ってて、出てない人にも報告してて。で、あ、なんかそんな雰囲気なんやったら一回自分も出てみようかなとか、だから僕が進めるってよりは、会員さん同士が話して、会員さんが進めてくれるみたいな。僕が進めるとなんか、なんていうんですか、角が立つじゃないですけど、なんか尖ったような感じがすると思うんで。だから会員さん同士が、こう、会話の中で、こう、出てみーやーみたいな話をしてくれると、なんかパーっと来て、選手登録しようかなって思うんですけど、とか言われて、おお、本当ですかみたいな。すごい。まあ、そんな会話もあったりとか、はい、しますね。やっぱり会員さんから伝えた方が、もうちょっとなんかパワフルな感じがする気がしますけどね。そうでしょ、シェアだ。だから会員さんを、まあ、言い方は変ですけど、まあ、育てるっていうか、まあ、仲良くしてもらって、その会話の中でパワーリフティング始めてみようかなって思ってもらえるようには雰囲気を出すのが僕の仕事かなと思ってますね。始めさせるんじゃなくて。はい。
あの、パワーリフティング、例えば、うん、パワーリフティング目的では入らなかったけど、パワーリフティング出た見と、見た人って、どういうとこ、はい、どういう感想が、感想がありますけど、例えば、あの、うん、何が楽しかったとか、とか、あとは何が楽しくなかったとか、うん、何かよく聞くとは思うんですけど、どういう声が多いんですか？まあ、楽しかったっていう部分は、やっぱ今はね、あの、歓声とか出せない、応援とか出せないですけど、はい、あの、まあ、設立した当初の大会とかだったらもうガンガンに応援して、うん、その応援されることって結構嬉しいとか気持ちいいな、みたいな、うん、重いものを持ち上げることができるんだ、みたいな。うん、だから雰囲気がいいな、とかっていうのはあります。うん、だそういうのはやっぱみんな言いますね。うんうん、で、やっぱちょっとしんどいなっていう部分は、まあ試合時間が長いですよね。はい。うん、まあそういったところではやっぱちょっとしんどいなって思う人もやっぱいますけど、うん、まあまあまあ、なんでもそうだと思うんですよ。まあ、うん、パリフティングが特に長いかなと思うんですけど、うん、うん、まあプレイ時間が少ないじゃないですか。うん、実質のプレイ時間は短いわけなんで。9分。まあ、そう、9分。だからそこを。8時間とかですもんね。そう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 。もう帰るの夜みたいな。うん、だからもう本当そんなんはありますけど、まあ、そんなんも含めてパワーリフティングなんで、まあそこまで、なんていうんですかね、セコンドに振っちゃう。ああ、はい。うん。うん。会員さんをセコンドに振っちゃう。と、まあ短くはないですけど、まあ仕事うん。まあやるべきことがあるから、うん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 、まあ中だるみしないよみたいな、はあったりしますね。うん。確かに。いや、それはいいかもしれないですね。セコンドに回しちゃう。うん、新しい。そう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 。うん。うん。まあ応援に来てくれる人も結構いたりするんで。はい。ただ応援してるだけだとやっぱ疲れてくると思うんですよね。ずっと座ってカメラ撮ったりとか。するだけだと。だから、ちょっとこっち来て、選手の順番とか見てあげてくださいよとか、言ってやったりとかしてますね。うんうんうん、地方大会とかだったら。うん。まあ、あの、ちょっと結構、あの、いろいろ話脱線は してるんですけど、まあ、このトピックを話してるから、ちょっと聞きたいんですけど、あと他になんかパワーリフティング大会、はい、大会で、もうちょっとこういうことうまくできるんじゃないのかなって、思ったりすることってありますか？まあ、プレイヤーとしては、まあ、今結構ね、デッドリフトの問題あるじゃないですか。ルールが変わって、ゆっくり下ろせとか、あるじゃないですか。うん、まあ、あんなんは、もうちょっとなんか床の補強の仕方を変えればなんとかなるんじゃないかなと思うんで。ああ、はい。確かに。はい。その床の補強を、例えば、ウェイトリフティング協会の人に聞いたりとかして、うん、それをパワーリフティングのオリジナルで、うんうん、はい、できれば作れたらいいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかはしてるんで、うん、まあちょっといろいろそういう意見は出してるんですよ。はい。はい。ちょっと一応アスリート委員っていうのをさせてもらってるんで、はい。はい。そういうのを、まあ一応理事会にあげたりとか。はい。は、ちょくちょくしていかないとダメだな、みたいなのは思ってるんですよね。うん。だからまあそういったところと、あとはあれですよね。あの、今、インスタライブで試合の中継とか見れるじゃないですか。はい。あの、まあ、難しいとは思うんですけど、あと、グッドリフトの、この、なんていうんですか。僕ちょっとシステム的にわかんないんですけど、国際大会とかだったら、こう、重量が何キロ出てっていうのをリアルタイムで更新されて見れるじゃないですか。はい、あんなんも同時に見れたら面白いなっていうふうに、ゲーム性が分かって。あれって難しいんですか？いや、分かんないですよ。分かんないですよ。けど、多分、やろうと思えばできるんだと思うんですよね。うん、多分、やれる人がいないだけで。うん。うん。だから、ちょっとその辺も、まあ、どっかで試しにできるのであればやってみたいし、提案してみようかな、みたいな、とは思ってるんですよね。うん。そういう提案って、
結構、はい、うん、受け入れられやすいんです。結構オープンなんですか、そういう提案に。なんかあんまり、まあ、なんか提案すること自体は自由だと思うんですけど、うん、なんていうんですか、提案をするだけじゃなくて、うんうん、なんていうんですかね、こういう方法があるから一回やってみないっていう提示の仕方、うんうん、なら今僕ざっくりそのデッドリフトの床の補強って言ったんですけど、はい、どう、じゃあどうすればいいんだよってなっちゃうじゃないですか。うん、確かに。うん、だから、こういう風にして、床をこうすると守られるんで、大丈夫でしょうみたいな提案ができればいいなと思ってるんですよね。うん、確かに、SNS とかそこまで考える人って、ぶっちゃけいないと思うんですよね。ただ、私も多分含めてそうかもしれないんですけど、ただ文句言うとか、なんでこうなるんだよって。でも、そう、本当に変えていきたいんだったら、やっぱりそういう細かい、どういうふうに直していくのか、どこからそういう機材を持ってくるのかっていう、そういう細かい考え方っていうのも、すごい大事ですよね。そうですね。まあ、だから、なんていうんですかね、トップの選手で、はい。あんまりそういう人って少ないと思うんですよ。SNS で、こう、バーって書いたりとか。はい、はい。うん。これ、ね、僕個人的に思うことなんですけどね。うん、古着屋の選手って、あんまり書かないんですよ。なんでかっていうと、選手歴が長い人が多いんで。ああ、なるほど。だから JPA の、事情も汲み取ってあげることができる人がほとんどだと思うんですよね。はいはい、うん。まあ、デッドリフトのその、ね、ゆっくり下ろす問題とかも、内心はやっぱり嫌ですけど、はい、けど、決まってしまって、決まったには何か理由があって、うん、うん、まあ、それだったら仕方ないから、一応従おうみたいな。一応って言ったら変ですけど、まあ、従って、うん、やっていこうっていう人がほとんどだと思うんですけど、うんうんうん、まあね、やっぱ SNS に書いちゃうっていうのは、そのパワーリフティングの知名度を下げかねない。だから、なんか競技、だからこそ競技が発展しないっていうになりかねないので、そこがちょっと残念だなっていうふうには思ったりはしますね。SNS の残念な部分。うんうん、自由に発言して、いいことと悪いことと、を分けてもらいたい。うん。うん。だから、提案をもっとしろよと、ふうには思いますよね。書くからには、JPA にこういうふうにしてみてはいかがでしょうかとか、言って書くならまだいいんじゃないかなとは思いますね。うん。書き方？いや、本当になんか JPA を守る側にいる人って少ないですよね。うん、なんか全然。まあまあまあ。そうですね。まあでも、うん。やっぱそうですね。まあ、競技歴が長い人ほど理解はあるのかなっていうふうには思ったりはしちゃいますね。うん。うん、いや、しかも私もなんかそういうふうな意味で貢献、このバブルラジオとかで貢献しなきゃいけないんだなって思ったりしますね。うん、やっぱりそういうゲストも、まあでも出演してくれるかどうかはまあ別として、そういう方も、うん、の意見を聞いたりして、もうちょっと理解を深める、皆さんの理解を深めるっていうのも私の仕事の一つだなって思うので、ちょっと、はい。やられましたね。ありがとうございます。うん。まあ、確かに、うん、ツイッターだったら結構皆さんに受けるようなものしか回ってこないですからね。うん、難しいですよね。ツイッターの使い方とかも、そういうのは。まあそうですね。難しいのは難しいです。うん。ならば、僕らなんかは、もう、見る側になってますよね。もうずっと見る側。発信することはもう自分の練習とか、もう経営のことしか発信しないみたいな、になっちゃいますよね。飽きれないですか？そういうの見て。いや、飽きれますね。正直。もう何言っとんねんみたいな。責任なことを言いやがってとか、私だったら思っちゃうかもしれないです。いやいや、本当そうですよ。うん。いや、もう、あなたの気持ちもわかるけど、うん、こちらの気持ちも汲み取ってやるよ、みたいな。うん。うん。と思うんですけどね。うん。間違いなく、
若い選手の方がでも結構いい言ってるっていうイメージはありますね。うん、あ、まあ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 、うん。でもまあそういう意見を発信してもらうってことも、うん、まあ変えていくための手段ではあると思うんですけど、うん、まあ、なんていうんですか、まあ匿名で書いたりとかじゃなくて、もっと何この場で言ってくれよみたいな、うんうんうん、は思ったりはしますね。うん、うんうん、確かに。うん。まあ、どう、何ですかね。今後、どういう、パワーリフティングって、どういう競技になってもらいたいって思いますか？どういう競技、そうですね。まあ、まあ、僕個人的には、やっぱ、日本一になって世界大会行くっていう、うんのを一つの目標にはしてるんですけど、やっぱ裾は広げていきたいなっていうふうに思ってるので、うん、まあ、それこそ東京協会さんのように新人大会をもっともっと開く。はいはい、うん、うん。こういう大会が増えると、やっぱり、うん、なんていうんですかね、始めようかなって思ってる人が始めやすい。うん、間違いない。うん。だから、やっぱそういうところのハードルを下げるところは下げて、出やすくしていくっていうのがやっぱ重要なのかなって思うので、はい、うん、やっぱり幅広く、幅広く、いろんな人を取り込めるような運営体制を作るっていうことが大事なのかなっていうふうに思いますね。あとは、そのね、いろいろ言われてますけど、補助員の問題、役員の問題ですね。もっともっと、いろんな人が手伝えるような環境づくり。うん。補助員なんてもうほぼ決まった人がやってるみたいなのでは、やっぱ補助員が育たないので。うん。だからうちのメンバーさんとかは大会の補助員とかにも行っていただいたりしてるんですよ。うん。ジャパンクラシックの補助員にも行かせていただいたりとか。はい。うん。してるんで。まあ、そういったところで積極的に、まあ、その、補助員の募集ができたりとかっていうのはやっぱ大事ではありますけど、ね。まあ補助員って難しいんで。私もやりたいなって思ってるんですけど、それって無理なんですかね？私できないんですか？いや、できると思いますよ、全然。全然できると思います。うん、神奈川県協会の人に補助員やりますよって言えば多分、喜ばれると思うんですよね。だって人集めるの。すればいいんですか？この E メールとかで。そうですね。なんか、神奈川県協会のトップって誰かわからないんですけど、うん。いつも補助員してるのって朝のトレーニングクラブの方が多くないですか？はいはい、そうですね。北村真由美さんとか、はい、結構ね、積極的にやってくださってるじゃないですか。はい。だから、そこに聞くのも一つ手ですよね。SNS でバッと。ああ。はい。今度、もしよかったら私も補助員するんで、みたいな感じで。うん、それは一つ手段かなって、うん、思ったりします。うん、選ばれた人、おっしゃった通り、選ばれた人しかダメなのかなって思って、なんか、すごい補助員って、なんかもう特別な、立場なんだなって思って、なかなか私から踏み込めなかったりするところもちょっとありますけど、でも私だけなのかな。いや、これって結構問題やと思うんですけど、うん、そう、今おっしゃったように、結構、これ特別の人しかできないって思われがちなんですけど、うん、違うくて、運営側は探すの必死なんですよ。補助員をやってくれる人。はい、で、心よく引き受けてくれる人が同じ場所しかないみたいな。うん、そうそう、パワーリフティングジムとか、昔から、協力してくれてる人しかしてくれないんじゃないかっていう運営側の頭もあると思うんですよ。だから双方のこの歩みの寄り方がうまくいってないみたいな。はい、ああ、なるほど、なるほど。はい。うん。だから、それこそ、ね、これも SNS でちらっと見てましたけど、補助員やりたいけど、どこに問い合わせしたらいいかわからないとかあるじゃないですか。今おっしゃってた通り。はい。そう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 。だから、そういうのをもっと広げれたらいいですよね。うん。
だから補助員募集の欄みたいな、うんうん、審判とかはあるんですよ、うんうん、だからそれと一緒で補助員してほしい人みたいな、はい、補助員してくれる方みたいな感じで募集できればいいなと思うんですけど、うん、全然私も補助員とか勉強にもなると思いますし、試合もまあ 100% は見れないですけど、なんか試合に関わってる感があって、うん、私すごいやりたいなって。あとはあの、うん、MC とかも神奈川小さい大会とかでやってみたいなって思ったりもするんですけど、なかなかやっぱり私は無理なのかなとかよく思ったりしますね。いやいや全然全然多分ね、うん、あの、来てくれるんだったら多分全日本大会とかの MC やってよって、やりますよって言ったら多分、うん、ああ、やってよって言われると思いますけどね。うん。うん、しかも英語とかでやってるところもあるので、私だったら、やりますよって言いたいぐらいなんです、ね。そう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 。そうそうそう。いや、ほんとそうですよ。バリバリルールも知ってるし、うん、ね、英語も喋れるんだったら、世界大会の雰囲気味わえるじゃないですか。うん。うん、ちょっと自分からでもこういう機会を何ですかね、うん、自分からどん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 やなんか問い合わせしてってやっていかなきゃいけないのかもしれないですね、もっと、うん、どうしてもやっぱもう身近でうんって言ってくれる人に声かけるのがやっぱ運営側も手取り早いんで、うん、そうなっちゃいますよね、うん、運営さんもなんていうんですか、パワーリフティングの裏方を仕事にしてるわけじゃないんで、うん、うん、片手間にやってくださってる方がほとんどだと思うんでね。まあできるだけ早く処理をしたい。早くできるだけ人員を集めときたいっていうのはあると思うんで。もうそれだったら知り合いの方にもパパパッと声かけて、集めちゃえってなっちゃうんですよね。募集要項を出してギリギリまで人集まらなかったら結局俺集めなきゃダメじゃないかよみたいな。なっちゃうと思うんで。いや、そういう意味でどっち側もちょっと理解できる感じがしますね。運営側も、やりたい側も。そうそうそう、そうなんですよ。だからまあ、やりたいっていう人がたくさんいるっていうことを運営側も知った上で、なんかいい方法を探っていくっていうのは結構重要かなって思いましたね。確かにと思いながら聞いてました、僕も。うん。SNS 結構大事ですね、そういう意味では。東京とか結構すごいですもんね、うん、SNS。あとは兵庫県とかもツイッターで結果とか出して、多分それ見るとか人すごい多いと思うんですよね。ツイッターで、あ、今の結果です、みたいな、うん。そうですね、早いですもんね。早いですよ。そういうの嬉しいですね。うん、そうそうそう。だから兵庫県協会とかだったら僕が仲良くさせていただいてますし、お手伝いも結構ね、うん、声かけてもらえるんで、うん、よかったら、取り次ぎましょうかって、ね。全日本大会とか、兵庫でやるとき、MC やってみませんみたいな。うーん。ねえ。これを聞いてる方、誰か、何ですかね、補助員募集してたら、私に声かけてください。そう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 。まあ、広めて、うん、パワーリフティングどういう競技になってほしいか。まあ、もうちょっと広くやってもいいんじゃないか。あとは、みんないろんな人がもうちょっと関われるような競技になったらもっといいんじゃないかっていうことですかね。うん、そうですね、うんうんうん。やっぱりもう、大きい団体へ団体へなっていったら、うん、もっともっと大会の規模も大きくなってくると思うんで、うん、はい、うん。そうだったらやっぱり、競技人口もおのずと増えてくるかなと思うんで、うん、やっぱり関わってくださる方が多いほど選手も増えてくると思うんで、うん、はい、やっぱそれは大事かなって思います、うん、まあたくさん意見はあると思いますけど、パワーリフティング自体って久保さんの意見で流行ってると思いますか？今は流行ってると、そうですね、まあ人口増えてるんで流行ってると思いますよ。うん、やっぱフィットネスブームがぐっと広がったおかげで、パワーリフティング始めてみようかな、みたいな。筋トレやってたけど、モチベーション上がらないし、パワーリフティングで出てみて、ちょっとモチベーション上げようっていう方も結構いると思いますしね。人口的にはどんどん増えていく、いっていますしね。
そうそう。世界、もう大会規模を 見るだけでもやっぱり増えてるんで、すごいなって思いますよね。僕らの頃とは全然違うなと思って。僕らの頃って言ったら変やな。僕がもうやり始めた頃とは。そういう意味ではなんかこういう変化を見るって楽しいんじゃないですか？久保さんから見ても。いや、そうですね。もう本当、いや、毎年毎年強い人がね、クラシックとかだったら出てきてて、なんじゃこりゃみたいな、レベルの上がり方、みたいな。はい。いや、すごいなと思いながら、その波に乗らないとなみたいな、乗り遅れないようにしないとなと思いながら、はい、日々、若い子たちと話してさせていただいてます。しかも自分の、一番好きなことだと思うので、そういう意味でもなんか、お来たぞ来たぞっていう感じはあるかもしれないですね。そうですね。うん。素晴らしいですよ、本当。楽しみですね。はい。まあ、そろそろお時間なんですけれども、X ステージのことをちょっと教えていただいてもいいですか？どこにあるのかとか、どういうことができるの？まあ、ちょっとお話触れたと思いますけど、軽く紹介していただければ。はい。まあ、X ステージは、京都府の亀岡市にある、フリーウェイト専門のトレーニングジムになります。駅から徒歩5分なんですけど、亀岡駅っていう最寄り駅なんですけど、はい、まあ、イメージしやすいのは、そうですね、まあ、電車で30分かかる、京都駅から電車で25分くらいかな、のところにあります。はい、なので、まあ、比較的来やすいところではあるかなっていうふうに思います。で、まあ、駅降りたら徒歩5分ぐらいのところにありますし、一応駐車場もあります。はい、駐車場もあります。はい。で、目の前っていうか、ちょっと斜め前にコンビニもありますので、素晴らしい。はい。はい、まあ、トレーニングしやすい環境ではあるかなっていうふうに思います。はい。デッドリフトはドロップ OK です。おー大事ですよ、はい、それ。大事でしょ。大事。はい。ビジターとかって可能なんですか？まあ、ビジターもやってます。はい、1回3000円ですけど、はい。ちょっといいお値段するんですけど、まあまあ、その分補助に追加していただいたりとか、ワンポイントでアドバイスさせてもらったりとかはしてるんで、まあまあ、はい、何かを持って帰ってもらうことは意識してます。はい。はい。はいわかりました。まあ、この、大きいですね。駐車場、コンビニ、京都から電車25分、いい道ですし、広いですし、あとは、そうですね。180平米ぐらいかな。すごいですね。ビジター OK。はい。ドロップ可能。可能。と思います。はい。ぜひ、この、もうちょっと詳細って、ホームページがありますよね。リンクに貼っておきますけど、そちらのホームページの方に、はい、もしアクセスお願いします。ですね、はい、お願いします。あとは、SNS 教えていただいてもいいですか？はい、SNS はね、Twitter と、Instagram と、はい、まあ、なんだ、Facebook。はい。はい。で、一応、最近全然更新してないですけど、YouTube もやってます。YouTube やるって言ってたじゃないですか。そうそうそう。ちょっと最近バタバタしてて、なかなかできてないですけど。待ってますよ、はい、私。はい。アップします。はい。わかりました。Twitter は何で検索すればいいですか？何だろう。僕個人のは、京平久保？はい。京平久保で上がってくると思います。はい、わかりました。インスタも同じですかね。京平ドット久保で。そうですね。はい。上がってくると思います。わかりました。で、YouTube は X ステージで検索すれば出てきますかね。あ、出てくると思います。アルファベットで。はい。EX でステージ。はい。はい。で、出てきます。で、検索してみてください。まあ、最後にですね、今後の目標って何かあったりしますか？はい、まあ、最初に言ったように、スクワットの400キロを、
早く上げる。来年の全日本パワーで上げる。っていうのを、はい、もう、早くね、決め切って。うん、近いんですか、結構。そうですね。まあ、今年の全日本パワーで380は、立ってるんで。はい。はい。あと20キロ。まあ失敗はしてますけど、立ってるんで、あと20キロ上乗せして成功させるだけだと思ってるんで。はい。はい。380も別にそんなに重くなかったんで、ちょっと脇腹痛めててバランス崩しただけだって自分に言い聞かせて頑張ります。来年400キロ。はい。やります。この400キロの、何ですかね、調子っていうんですかね、プログレッションも YouTube 動画で楽しみにしてます。そうですね。上げていきます。練習動画でも簡単に上げて、はい、やっていきます。はい。はい、ではですね、久保恭平選手でした。本日は本当にありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。お願いします。